ああ、でも初めて会った時はもう鮮明に覚えてるよ。幕張だから。幕張のね、ホテル。みんなでね、泊まってて。あれはでも、印象的なことがもう一個あった。ちょっと言えないけどね。言えないけどね。そう、言えないんだけど、いろいろあったね。杉田くんとかもいて。そう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 。楽しかったね。いっぱい、みんなね。トグさんとかいて。そう。次の日に、うん、あの、スターオーシャンのゲームのね、イベントに出るから、そう、それで、いたのよ。そう。で、すごい、ひょろっとする。ひょろ長い人が現れ。ひょろ長い人が、誰だこの人と思って。メグーに呼ばれ行き、そうそうそう。行ってみたら、ちょ、初めましてでした。初めましてね。そうだよね。そう、そうなんですよ。あ、どうも。どうも、なんつって。そうそうそう。はい、で、その後、ドラゴンオーツで、そうそうそう、一緒になって、すごいいろいろ話すようになって。そう。その時ですよ。あの、ジャーニーにもあの、書きましたけども、奈々ちゃんにちょっとお誘いを受けまして。そうですね。どうなのみたいな。歌興味ないの歌ないの興味ないのみたいな。もう誰って感じでしょ誰なのだよね本当本当嫌だね。嫌だね。いや、そんで、おー、そうっすね。なんつって、うん。そう。なんかで、そんな話をしてたがために、うん、ちょっと、コントライブやるんですけど、ちょっと奈々さん、うん、見に来てくれませんかって言ったのが、奈々さんがコントライブやるんですけどっていう風に聞こえたらしくて。そう。で、見に来てくれたんだけど、俺のコントライブを。え、歌わねえなと思ったらしくて、奈々さんが。ファミマの歌しか歌わないの。ライブって聞いたんだけど、何あいつ歌わねえなと思ったらしいです。ありました、ね。そっからでもいろいろお話しさせていただいて。はい、うん、で、ちょうどね、いろんなこう、タイミングとかね、うん、ご縁があって。そう。なんかキャラソンを聞いてもらったりとかして。そうそうそう。こんなのをちなみに歌ってますみたいなことです。あ、へえ、なんつって。もう誰なのって感じ。もうほんとやだ。いや、まあ、その時キャラソンしかなかったもんね。そう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 。そう聞いてもらってたりとかして。そうなんですよね。はい、そう。こんなんですよ。そう、うちの三島プロデューサーとね、そうそうそう、あの、すごい話題になったんで、それで。そうそうそう。そうそう。いいね若い男子いいねみたいな。うちに欲しいねみたいな感じで盛り上がって。そうです、そうなんです。じゃあもう、スカートしに行こうみたいな感じになった。そんな感じでした。そんな感じだったんですね。そうなんですよ。いろいろありましたね。